じゃあ、おはよう。今日はジャン君からポカペを奪い取ったポンちゃんです。朝めちゃめちゃ寒かったんですね。で、窓が結露しています。でも、すごい天気はいい日になりました。今日は、黒犬パパはですね、仕事の打ち合わせで東京の方に行くので、行き帰り2時間ちょっとずつ、ちょっと東京で打ち合わせをすると半日潰れます。そんな状況です。はい、こちらはジャン君でございます。ジャン君なんか眩しくてクシュクシュな顔になってるな。おりる。はい。呼ばれるとなでなでしてもらえると思うのね。はい。おいでおいで。どうぞ。よいしょ。はい。これは毎朝の行事です。首は緩くなってて、ポンちゃん。ポンちゃん。ンちゃん。
ぽんちゃん。あれ、片手で持ってるよ、この人。手で避けられてしまった。仲いいね。はい、こんな感じで落ち着きました。今日はちょっと、仕事で外出するので、窓の花は今日はやりませんが、そろそろね、毎日やってもいいかな。ただ日差しが遮られるからね、ジャン君たちね。今ここが唯一の憩いの場所だからね、いろいろ考えながらやりますね。日が差さなくなってからでもいいかね。はい、ジャン君、ポンちゃん。仕事の打ち合わせで、久しぶりの三鷹です。三鷹っていうとですね、まあ、随分何度も通っているんですけれども、なんていうのかな、環境がいいなっていうことを過去だいぶ思っていました。今はですね、さらに環境という意味ではいいところに住んでいますので、こちらは便利に感じ始めてますね。不思議だな。つい先日、そうね、昔住んでいた中目黒をですね、 Google マップで、ストリートビューで見たんですが、ちょっと疲れるね。心の底から、地方人になり始めているということですね。言葉を選んでいますというふうに感じます。打ち合わせが終わって今帰るところですが、日が落ちるのが早い。今まだ6時よりも前です。こんなもうほぼ夜のような感じですね。ここから2時間かかって家に帰ります。ぽんちゃん、今日
今日は打ち合わせに行ってきましたの、ポンちゃん。そうっていう感じ。じゃんけん。お仕事してきたよ。仕事は楽しい仕事なんだけど、行き帰りで4時間かかるんですよ。ねえ。